それでは皆さんこんにちは。私株式会社伊藤記の大橋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。あの今日はですね、えー、少しあのビジネスの現場とですね、まあグレートブックスということで、えー、お話をさせていただこうと思っています。えー、少しまあビジネスのビジネスシーンのですね我々の現場の背景にどんなものがあるのかと。 でなかなか私自身もです、ね、グレートブックスっていうあの、まあ、古典ということはとっつきづらいところはもちろんありましたけれども最近、まあ、あ少しプチブームになっている教養とかリベラルアーツとかですねなぜ古典を学ばないといけないのかといったところの、まあ、私の気づきの部分を一つと、えー、最後に、えー、コラボレーション、まあ、今競争型協調型、まあ、そんな働き方が必要になってきている昨今ですけれどもモデレーターと。 言ったところのお話を少しさせてていただければと思っておりますあの少しあのご紹介いただきましたけれども株式会社伊藤基はですね創業125周年1890年に創業した会社でございますで、まあ、メーカーでございますのでオフィスチェアとかですね当然製造しておるわけなんですけれどもやはりまあメインのところはオフィスのオフィスそのものをですねデザインをしていくということでさまざまな企業さんに デザインンンプランニングをさせてていいいただその中でですね、まあ、あの今日の今回の会場のテーマであります図書館であるとか学びの場であるとか、まあ、そんなところもです、ね、我々お仕事としてさせていただいています。で私自身もやはりあの先ほどお話が犬塚先生からあったように学びの場というところとです、ねえー、働く場。 と私自身はですね、どちらかというとデザイン、新規事業の仕事をする役割で、会社の中では仕事させていただいておりますけれども、その中でですね、あの例えば、えー、実際にオフィスの仕事をするにも、椅子やテーブルを並べる、デスクを並べるということではなくて、どういう働く場が必要なのかとかです で経営としてそのオフィスで何を求めているのかといったところに答えを出していかないとです、ね、実際のオフィスというのは成り立っていません。であのそんな中であの私自身もです、ね、先ほどの、えー、リギットの話でいくとフリーアドレスというあの私も席を実は自分の席持っていなくてですね 会社からいただけてててなくて働いていますでもまああの割と外で仕事をすることまあ半分デザイナー開発兼営業的な形で外との接点が多いございますのでそういう形であの会社の中ではですねフリーアドレスう丸今年で12年目を迎えているというぐらいな働き方をしていますで一つあの背景のところをご紹介させていただきますと今のビジネス現場ではですねあの 例えばグローーーーババルとととかかかダイイシシティだとかイノベーションとかまあこういういいキーワードが飛び交っていますですからあのグローバルの中でどういう新しいビジネスを起こしていかないといけないのかであるとかまあそ,のその中でダイバーシティ男女もありますし世代間もありますし今度はあの国籍が違う文化の違うそんな人たちとどうやって仕事を作っていくのかでさらにはまあそれがイノベーションであってほしいといったところがまあ一方であります。 でそれをまた作る中ではです、ね、じゃこの答えは複雑多様でありですねなかなか不確実性本当にそれが大丈夫なのかっていうのも分からないしでさらにはこう廃棄、えー、するとですね、えー、ジレンマなんかの答えが見いだせないようなそんな課題、えー、解決をしていかないといけないというのがもうジビジネスの現場なのかなと。 でそんな中でその答えをですねどうやって我々はビジネスの現場で作っていこうかっていうアイデアを取り持つ仲立ちまあ先ほど言った掛け算ですよねゼロから生み出すのではなくて新しいビジネス新しい事業創造を価値をですね何かと何かの掛け算で作っていかないといけない、まあ、そんなことがビジネスの現場では問われていますまあ競争とかコラボレーションだとかっていうのはもう日常的に我々が仕事の中でやっていかないといけない、まあ、そんな場面になっています で少しあの背景になりますけれどもこれはあの割と企業の中の組織で、えー、この1つの,この点がですね、まあ、人の、まあ、組織図だと思っていただければいいんですけれども少しその IT の社会とえ連携をして、まあ、組織のがどうに変わってきたかっていうのをちょっと時代背景とともに書いているものです。 でピラミッド側の階層型のヒエラルキー、部長課長係長社員というようなそういった組織形態が、まあ、今でももちろんあのそれがベーシックになってますけれどもありましたが2000年代はですねやっぱりフラットにいろんな部署部局と連携をしながら作っていかないといけないちょうど真ん中のラインですね。 で今、2010年、クラウドの時代になりまして、まあ、私もフリーアドレスどうどこでも仕事ができますと、在宅勤務ももちろんできますで、会社になればコラボレーションをワークの中心としますといった中で、より会社と会社、会社の枠を超えたメンバーと、さらに企業文化が違う人たちとですね、仕事をしていくと。 そこで新しい価値を生み出すという、まあ、そんなコラボコラボっていうのは、まあ、そういったオープンなですね職場環境が出来上がっているのが今かなというふうに思ってます。そんな中でやはりあの組織的には専門性を育むにはやっぱり先輩から教えをこうたりですねプロフェッショナルになるには縦への組織の流れなんですけれども俯瞰的に見るのは横の。 総合的な学際的異分野の人たちとの交流の場を作っていかないといけない、まあ、そんな縦,と縦軸と横軸のコラボレーションがますます必要になっていく、まあ、そんな背景が企業の課題オフィスの中での課題としてあります我々が驚くのはやはりあのお客さんクライアント様からですね成長できるオフィスってどんなオフィスですかと成長できる職場プランニングしてくださいって、まあ、そういった時にどういうコンテンツをそこに投入するのかっていうのもですね 我々に問われているような、まあ、そんなところでございます。でそんな中で、われわれ自身もですね、先ほど最初に地図でご説明いただきました、あ東京駅の近くにイノベーションセンターと、これはいろんな会社の方々が集ってですね、新しい交流、対話をしながらあ、ビジネスの種を作っていこうという、東京イノベーションセンター進化というところでございます。で1階がちょうどこのオープンなあところでございまして、いろんなイベントも毎週毎週開催をしております。 で2階は少しそのプロジェクトのです、ねまあ、会議室なんですけれどもいろんな会社さんが集まってプロジェクトができるコラボレーションワークができるような室内で一階で私は3階に在籍していますがフリーですので席はないんですけれども3階が私の事務所ということになりますがあそんな取り組みを3年前からですね、えー、皆さんに開放できるイノベーションセンターというのを伊藤家としては展開をさせていただきます、まあ、あの見た。目こうデザインをされれた空間ですけれども実はその背景に私 そここでどういうういいい機能を持たせるかっていうことがございまして1階は割と今日みたいなプレゼンテーション型であるとか異業種交流会であるとか、まあ、あのフラットだったり階層であったりっていう,こう情報の伝え方そのもののですね、まあ、いろんなスタイルがあるわけですでそういう形でまずコラボレーションをして交流をしていくっていうことで2階になると先ほどのコラボレーションワーク共同開発とかですねそういう形になってきています。 でそこで難しいのはヒエラルキー型であれば例えば三角連携であればクライアントと要求元のとですね実際にそれの主従関係があったりする委託するっていう関係がありますけどもウィンウィンの関係で新しいものを作っていこうよというもうとても難しい課題ですよね。お互いのお、まああの目論みがあったりだとかなかなかフラットにウィンウィンってなかなか慣れないんです。あのこちら側の,の横になってる。 ところですそこで新しいお互いがハッピーになれるビジネスを作るというのはなかなか私も実経験この3年間、まあ、それ以上まあ事業開発をしていますので、えー、単独企業だけではなくてです、ね、いろんな会社さんとお仕事してるんですけどもなかなかその中で本当に新しいものを生み出せるというのは数少ないところでございますでそんな中で今回グレートブックスであるとか、えー、モデレーターということがですね いかにこういう交流の場で必要なのかっていうのは私の実体験の中からまあ感じたところでございますのでその辺りを少しご紹介をさせていただこうと思っています。であの実際働き方多様化していますので当然個人でいろんな学習をするいろんなソロの働き方をするという場面もありますしさらにはグループワークプロジェクト型のですねコーワーキングコラボレーションワークっていうところがあると思います。 でその中で発散思考、収束思考っていうアイディアを広げてみんなでアイディアを共有し合ったりでも最後に難しいのはですねそれをまとめ上げていかないといけないと拡散しっぱなしであれば答えは見つけられなかったりしますよね。最近ではあのデザイン思考という形で、えー、まあ多分ブレインストーミングとか最近あの私が感じるところはですねブレインストーミングを慣れてる若者ってたくさんいるんですよ。いろんなことをを発発表したり発散したたたりりり散意見言っ でもそれを最後にはまとめてあげていかないといけない答えまあもちろん答えは一つではないんですがあそこでみんなをおの間のですね強調したものの答えを見出していかないといけないと収束側に持っていくインプットアウトプットに変えていく成果を出していくっていうところが非常に難しいっていうことに皆さん気づき出したんじゃないのかというふうに考えています。で、えー、先ほどの掛け算のところですけれども専門分野と専門分野。 を掛け算をしたときに、まあ、そこに対立を生まれるんですが、えー、それは対立ではなくてですね、今回のグレードブックスから我々が学んだ、私自身が体験したことであったり、いったことが、新たに解釈、自分をその,あの、専門分野の対立ではなく、対立から新しい価値をお互いで生み出す、ウィンウィンの関係で生み出すっていうスキルが、もっともっと必要になってくるんではないかな。まあ、そこで少し解釈力だとか、編集力だとか、 で事故の考えをまとめ上げる構築力だとか、まあ、そんなところがグレートブックスのセミナーの中でですね、えー、少し見いだせるんじゃないかなということで、あの参加をさせていただいた次第です。で、一方で、さらにそれを加速するためには、どういう機能が必要なのかっていうふうに考えております。それがまあモデレータータななのかなと。 であのモデレーターという言葉を調べますと、まあ、朝廷だったり、仲介仲裁者だったり、まあ、よく我々が聞くのは、パネルディスカッションなんかで司会進行するようなあ、それぞれの参加者、パネラーの意見を引き出すような、まあ、そんな方々かなとは思うんですけども、先ほどの企業の課題、コラボレーションの加速する装置、そんなところで、やっぱりコラボレーションの中でリーダーシップを取っていくにはですね、 やっぱりそういった相手の持っている専門力を引き出しながら俯瞰をして総合的にそれを新しい価値を見出すようなそんなスキルが必要ではないかということを私自身がですね非常にこう共感したところであります。で事業客とか新規事業プランニングデザイナーとかやっていくとですねなぜそれがそんなコンセプトなのかとかなぜそれがあ求められている機能なのかっていうまあ ビジネスシーンで起きるなぜ,なぜ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 5回繰り返してそのシーンを撮っていく本来の本質本質って何なのかっていったところが非常にデザインコンセプトの中では必要に本当にそれは必要なのか役に立つのかとかです、ね、そんなところが非常に疑問に思ったりまだまだその辺の議論がですね煮詰まっていない状況の中で企画,は企画を発表したりだとか。 そういうシーンって私自身もすごく会社の中で感じるところがあります。まあ、そんなところでお互いきっちり本質をですね、えー、突き詰めていくっていう、まあ、古典、えー、哲学的な思想を訓練するっていうのは非常にスキルの中では必要ではないかと思ったところでございます。でそんなところで我々あの実施したのがですねグレープトブックスセミナー。 カレントトピックディスカッション、まあ、今の現代の課題をですね、少しテーマを古典ではなくて、グレートブックスではなくて、現代の課題でやっていました。まあ、あの先ほど説明いただきました、アスペンセミナー、現代の課題、まあ、これ、割と難しいですよね、答えがなかなか見出せない、最近だとエネルギーの話だとか、食の話だとか、オリンピックの話だとか、まあ、あの答えがどれが正しいかっていうのは、なかなかイエスかノーかだけではないようなテーマってたくさんあるので、ね。 まあ我々もそんな現在のトピックスを少しディスカッションしてみたりで最後に実際やってみてどうだったのかみたいなところをですねレビューしたというところでございます。であのグレードブックセミナーではですね実際にあの実についてプラトンの「パイドロス」を見てです、ねまあ、美しいものって何なのかっていう。 問わわれるわけですよね、まあまあ、実際には参加したメンバーが問われたわけです頭に浮かぶものは当然美しいことであったり物であったりシーンであったり気持ちの問題であったり見た目のものであったり美しいものって多分本質的にはどこなのかといったところをすごく遠くで練をしましたで次にあのモデレーターのですねカレントトピックス現在のトピックス、まあ、我々 ICT のメンバー IT を携わるメンバーなので 人工知能の是非とかです、ね、今あのいろいろとあと、えー、難しい、えー、例えばロボットが人間に変わるのかとか、まあ、我々サービスとしてそういうことを提供していくようなところになるんですけどもそのいろんな是非がですねいろんな観点からやっぱりディスカッションしていくと。 さらにそれを乗り越えて、やっぱりビジネスとして、プランニングとして展開できるのかなということで、そんな戦略的なですね、テクノロジーのトレンドを見ながら、いろんなディスカッションをしたと、そんなところがカレントトピックでさせていただきました。 であのその中でちょっと気づきがあった、まあ、あの最後にあのレビューをしたわけなんですけどお互いで評価してみたんですけどもおやっぱり古典から本質を見抜く本質をしっかり読み解くというスキルがあやっぱりそこでできるんではないかなと。 で一方で、なかなかです、ね、ビジネス、スピードのビジネスに追われてです、ねえー、なかなかこうお互いがフリーなトーキングをする、まあ、上司、部下の関係もありますし、同僚という関係もあるかと思いますけれども、そんなところでフリーなトーキングの環境が、まあ、育めたんじゃないかと、今回もいろんな部,部署からです、ね、メンバーを,を募りまして、参加していただきましたので、そういった環境づくりにも役に立つんではないか でもう一つはやっぱりまあ読み解いていく本質を読み解いていくっていうところで解釈の力を磨くといったところがまあビジネスの中でですねコラボレーションスキルの中で必要になってくるんではないかなということを少し感じたところでございます。でもう一つがですねカレントトピックス、まあ、現代の課題を解釈するっていうことなんですけどもなかなか答えが見つからない中でですね 自分はどう思っているのかということと相手はどう思っているのかといったところのやっぱり会対話からですね自分自身が逆にまあ解釈を構築をしていくとかですね内面的な体系を確認できていくっていう、まあ、構築力なんかも少し身につけれるんではないかなといったところが一つ我々のレビューとしてあったところでございます。で少しまああの感想を聞きましてですね、えー、まあ積極的に参加をしたメンバーなので。 えー、悪いことは私に向かって言わないのでいい方向に全部なっているんですけども少しやっぱりトピックスとして見るのはやっぱり本当にそれが役に立つと思うかっていうところがなかなか理解できない、まあ、この辺はあまりそう思わないっていうところがそういったところで出てきたりですね、えーまあ、言葉でいくとやっぱり議論に慣れてないんでなかなか難しかったですとかですねでも本当に今の自分の仕事に役立っているのかっていう目的が見いだせないとか。 いう本当にあの生,生々しい意でもう一方でそのモデレーターという技術を自分が身につけることによって役に立つかっていうとまあ役に立つでしょうっていう感覚なんですけれども次の誰かにまたそれをですねお勧めしたいとか実際それを参加したいというのはまあみんな参加したいと思うんですけどもまだまだ腹落ちしてないんじゃないかなっていうのが、まあ、少し体験として分かったところです。 やっぱりその自分が日常的にしてる仕事にです、ね、これが生かせるのかどうかっていうところであったり、えー、やっぱりそれが私の体験からいくと事業企画とか、まあ、コラボレーションを日常的な仕事としてやってるとですねやっぱりいろんな失敗や成功ってあるのでそこで生、あのー、かせるって思うことはやっぱりあるんですけどもなかなかそれが現場の若手なんかに 本当にこれ学んで時間を費やしていいんだろうかっていうところのまだまだあ十分に私どもが説明できていない納得させていけれないところがあったんじゃないかなっていうふうには感じました。であの少しまとめになるんですけどもこれはもう生の声なんですけどやっぱり古典とかって言ってしまうとですね実際ビジネスの我々はちょっと遠景しがちだったりする感想があったり。 ビジネス現場で本当にそれが役立つのかっていうのが結びつけづらかったり短期的にまあ今日の営業売上とかですね明日の成果っていうふうにスピードになる中で本当に短期的な成果としてそれは必要なんだろうかといったようなところがまあ一つ思いとしてですねあるんではないかなということは感じましたですからその一方でやっぱりこれからやっていかないといけないかなというふうに思いましたのはですね やっぱりあのビジネスで競争するお互いコラボレーションするっていう現場をこなしてやっぱりその中で成功体験失敗体験いったことがですねやっぱり本人の気づきに触発できるんではないかなっていうのがまあ1つ目でもっともっとですね早い段階の例えばビジネスマンの新人であるとか高等教育の中でのこういったこれからのイノベーションダイバーシティグローバルの社会の中でですね やっぱりこういったものが必要なんだなというところの意義と気づきというのがやっぱり必要なんじゃないかなというのが、最後にはまあやっぱり短期的ではなくて、ですね長期的にやっていく、長期的な視座で取り組むべきことなんだろうなといった3つをですね少しこの後取り組んでいけたらなというふうに思っています。 でまあ、いろんな方法論で私自身も ICT のいろんな商品サービスを展開していますのでやっぱりオンラインでの動画なんかでグレートブックスを日常的にです、ねまあ、電車の中でも少しワンセンティスを読み取ってみるとかですね少し違った仕掛けが必要であったりでやっぱり集まった時にはですねやっぱり対話といったところの、まあ、新しい対話の場づくりの中でですねそういったコラボレーションスキルモデレーションスキルがですね えー、育まれていくような日常的な環境づくりっていうのが非常に必要なんじゃないかなっていうことは、まあ私自身の体験と、まあこれまでのですね、<laughs> 会社の中での職あの役職の中でやってきた気づきでありました。あの最後にはなりますけれども、少しあの今回グレートブックスモデレーター育成ということで、えー、現場のメンバーにおいてはですね、非常にとっつきづらい内容だったのかもしれないんですけれども、私自身はですね、その そういった仕事をしている中で、やっぱりもっともっと本質的な議論を深めていくという職場環境、まあ、それが一つの成長できる環境づくりなんじゃないかなということを感じましたので、えー、今日は少しその私の体験を発表させていただきました。ありがとうございました。